全然わけわからん。わっ、え、やばい、曲げてしまいました。まあ戻せるでしょう、なんとかね。やべえな、忘れましたよ、ベルトが。ここにね、バネのボッコが入ってたんだね、これね。なるほど。こっからどうすんのこれ。なんだこれ、なんかここに矢印がついてるんですよね。これを上にやれってことか、これ矢印の通り。よく分からんけどやってみる。ここでいいのかな。ああ、硬い硬いし。なんでこれ押すの。うわあ、危ねえ危ねえよ、傷ついた。危な。うん、入れて押し出すみたいな。どうやって。本当ですか、怪我するよこれ、怖え。いや無理でしょ、どうやんのこれ。お、ん？出てきたぞ、なんか出てきた。ああ。取っちゃうか、ここね。あ、こんな簡単に取れた。さっきのあの苦労は何だったんだ。はい、取れました。硬い。無理無理。ああ。力技。よし。よし。うれ。は、あー。イエーイ。やっとなんか取れたよ、これ。どうなんだこれと。わあ。ほほほでほほほはあ、なるほど。わあ、また同じことの繰り返しかよ。2コマ目。よりスムーズだね。コツをつかんできたね。イエイ。うん。よいしょ。はい。やっと1個取れましたよ、これ。いやー、疲れるわー。僕完全にコツをつかみました。これを素早く引き抜いてみせます。いきます。はい、これはですね、この先っちょでもグリ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 押し出すような感じ、このグリグリですね。グリグリするといけますね。ありがとうございます。はい、ということで、とりあえず3コマぐらい取って、片側はこれでいいと思うので、これを戻したいと思います。これはまあ単純にこう入れて、これですか、留め具的なこいつで戻していくんですけど、いや、ここがね、こうどうやって入れるんだ。叩くしかないのか、これ。上から。痛い。ああ、いきました。簡単に。グイッと。はい。こっちは OK。で、こっちも1つか2つ取んないと合わないと思います。はい。というわけで、逆の方もなんとか外しました。2コマで、これで多分僕の手首にジャストな感じになるんではないかと思います。で、これをつけて、ここは簡単なんですよ。よし。OK。これでバンド部分は出来上がりましたね。うん、多分大丈夫。多分問題ない。ああ、大丈夫。ぴったり。よし。OK。じゃあ、これを戻そう。で、これ。いやー、僕これね、やり方わかんなくてね。曲げちゃったんだよね、ここね、最初。もう一個の方をね、すんなりいったんだけど。この、バネのボッコ。これで止まってます。戻していきましょう。どうやんのこれ。ねえ、これ入れるの難しいよね。こう引っ込めつつ、引っ込めながら、むずい。時計屋さんってすげえな、こんなの調整するんだから。しかも傷つけちゃいけないでしょこれ。これ俺は自分でやってるから、もう自分のものだからいいけどさ。難しい。なんとかいけそうです。来い。来た？あ、来た。やった。イエイ。で問題はこっちだね。曲げちゃったから、これまず元に戻さないとな。これを止めれば完成です。うわ、なんか厳しい。やりづらい。この輪っかになってるから。ちょっと待ってよ。あ、欲しい。痛えいった。あれ、あ、できた。できちゃいました。さて腕にはめてみましょうか。ゆるゆるだったんですが、どうでしょう。あ、やばい。ぴったりきちゃった。やりましたよ。こんな感じです。残りは。